どうしようかな。あと1曲歌って、渡辺さん入ってもらおうかな。いいですか？はい。ちょっと、シマンチュとかなんか三線の花でもなってるんですけど。何も考えてないけど。ミヤコミーヨとかがいいんじゃない？ミヤコミーヨ。ミヤコミーヨ。てか、今までやってきたミヤコミーヨで、成山ヤルの次ぐらいに、また勉強になるんだみたいな。ミヤコミーヨ聞きたい。ミヤコミーヨは聞きたい。ミヤコミーヨは聞きたい。いろいろやってはきたけど、そうだね。何が好き？私は今で好きなのは頼む瞬間にとか練習してるんですけど、でもできません。舞台ではできません、まだ。まあ、サポートするよ、大丈夫。いや、絶対に無理ですから、好きなだけ。情感があるから。そうですね。まあ、なんか、まあでも、何曲もできる曲が結構あるでしょ。一応だいぶあとなんか後年の歌中田ってのみがかま選んだ曲したかまとたまにどこかに行く池間の衆とかやってますけど、どこに行くとかいいな、どこに行く池間の衆もいいけど、どこに行く、どこに行く、あれよ、下松で下松どこに行く、洗脳されてる人だから、確かに、じゃあどこに行く、そうですね、もう本当に久松に住んでる人はね、なんかもう、この日曜日の朝が、ね、この東武の夜が始まって、7時になった早いよっていう、そんなのありえんだ、本当ですよね、迷惑な時間ですよね、これが平日だったら全然いいんですけど、なぜ日曜日って。日曜日以外にも何かイベントごとがあるのか、例えば今日は旧暦の、旧正月ですよとかさ、旧暦の16日ですよとか、もうそれって必ずかかるわけですよ。そうですね、いずれはね、遠場に早く祭りも出てみたいなと思っておりますが、三大祭り、そうね、ちょっと今年は無理かな。成山は頑張ってほしいですけどね、遠張りがね、まだね、まあ、裏で優勝できるように、先生たちは、スカしておくから、寝回してくれです、さすがでございます、いけるはず、いけるはず、スカせてます、なんか、今度に、遠張りまでやる、成山はやる、三冠王、間違いないでしょう、頑張っておくから。日曜日の目覚まし曲、東金ライブ、聴いてください。今目覚まし曲、目覚まし曲you
かかってきてるのも、はい、センスはまあじゃあ時間帯の問題だけであって、あれを使うっていうのは悪くはないかなと思う。いやだけど朝早すぎるわけね。もう自分でも歌いながらなんかもうこのね自分の日曜日の朝をね釣りながら思い浮かべて今歌いながら。だけどこれね、あの地元帰って今から帰ったら懐かしく感じるわけさ。そうですよね。体内時計は7時になってるけどいつものやつがかかってこないみたいな。そうですよね。もう今週までしか聞けないんだって。それが今週末で最後だから、あのおじいよね、日曜日録音しておけ。了解です。あらめ、あらめ、あらめ。